向こうか。 痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。 新しい技を習得できそうだな。 地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。これって。 歓迎されてんだぞお前。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。
わなきゃ。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて果たせる。なんだよこれ。うろたえるな。冷静に。
兄ちゃん、また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。戻ったのか。KK、 引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。消えてる、全部力も経験も。どうすればいい。マリをどう探せば。そこなら KK の力がないから正面突破は難しいな。しろよ。
マンションは北か。誰だ？写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない？あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなたやっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ彼に渡してくれる？大切なものだから。先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。あんたの力が必要だ。
静かにしとけ。遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや、死んでまで世話焼きとはな。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。やってくれよ。しか
方ねえな。遊んでやる。一気にぶっ飛ばしてやる。共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なんだ。始めやがったな。マリー、時間がない、急ぐぞ。あの光、北東の方だ。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。よし、行くぞ。
んなところにありやがった。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。おい、霊が連れて行かれるぞ。助けなきゃ。そうだ、急げ。救うのも楽じゃねえな。
北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥があるはずだ。探すぞ。抵抗するんじゃねえよ。エラソニー、悪いけど邪魔するなら倒させてもらうよ。電話が鳴っているみたいだな。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか、お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか。ああ、おかしいぜ。このビルだな。入り口を探すか。インコがいるみたいだな。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。
意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。そこから入れそうか。どこかにリンコがいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。エレベーターは使えないか。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっている。いるぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。あそこに操作盤があるな。おかしな壁だな。奥に部屋があったのか。こいつら、いつの間に。
シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合したからだってのは、他の人間には見えないものが見える。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば、見てしまうもんなんだよ。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せ。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろう。考えろ。その言い方だぜ。死んでも変わらねえな。喧嘩してる場合じゃない。レイケ、今は凛子さんを守らなきゃ。気が増えやがった。気をつけろ。you
すぐ終わるわ。頑張って。もう十分頑張ってるけど。されているぞ。ったく、ゾロゾロ来やがるな。霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。ケイケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ、それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。